はい、皆さんこんにちは、千春梅ようこそ。今日はですね、新しい企画にチャレンジしてみたいと思ってるんですが、娘のモアからも、もうママ服が多すぎるって言われて、とにかくもう本当に着なくなったやつはもう例えば誰かにあげるとか、もう売るとか、本当処分してどうにかなんないのって言われたので、今日断捨離した服を持ってきました。この後どうするかは、売るのかあげるのかちょっと考えたいと思うんですけど、まず皆さんにちょっと見てもらっていいですか。今日持ってきたんですよ、ガチでクローゼットから。これでしょ、まずあとこんな感じ、タグとかついちゃってる。なんで着なかったんだろうな。あとはなんかこの靴、そう、これすごい気に入って、モアと一緒でニューヨーク行った時に買ったこのね、PVC 流行ったんですよ、2年前ぐらいに。そうそう、流行ったこの靴、いやー好きだったんだけど、結果全然履かなかったっていうそ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 う。そしてこのタグついちゃってるやつ、これはね、可愛いと思って買ったんですよ。これは MM6 の、高いんですよこれ、高かったんですよ。ミニスカート全部ファスナーでこう履くじゃないですか、したらちょっとセクシーですよ。ジャ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 ンって、ほらキャーなこっちも下からだったりとかして、すごいね、こういう感じで見せることはないけど、このファスナーがすごいやっぱり洒落てるなと思って、この一つのこう、なんだろう、パーツ一つにしてもいろいろとこだわってるのがさすが M6 だなと思って、そう、これは私も最近 MIB のね、プロデュースデザインとかもやらせてもらってるので、こういうパーツ一つにこだわるっていうのはすごくなんかそのブランドのオリジナリティを感じるし、そういうこうところはちょっと私も MIB で生かしていきたいなと思って、勉強になったんですけど履きませんでしたあとはこれ T シャツ、そう、これね、アンダーカバーの見て、ステイホーム、可愛いんですよ。これ可愛いんですけど、実際自粛中になんか限定発売みたいな感じで売ってて買ったんですけど、あんま着てないそう、思い出に残るなと思って、そう、これは買いました。でメンズの色だから結構なんだろう、ざっくりゆったり着れるので、そう、これは可愛いと思ったんですけどね。あとこれ男性好きですよ。はい、出たシュプリーム、シュプリームの白 T なんですけど、ちょっと汚れがね、やっぱ白 T だから目立ってて、いろいろ結構着倒したんですけど、この辺もちょっと基盤できちゃって、あんまりね、プライベートで、そうそうそう、最近は着てなかったですね。なので、いかにもこうなんか、シュプリームみたいなやつを、あんまり私着なくて、これもちょっとしたこう、ちっちゃいタグで、控えめなのが、すごいおしゃれだなと思って、そう。これも、そう、着なくなってきましたね。でもすごい好き。そして、これは、サイズがもうなんかちょっとちっちゃくって、今はやっぱどっちかっていうとこうユニセックスで着れる大きめのものが流行ってるので、これちょっと着なくなっちゃったな。これは、ギャルソンの T シャツ、すごい奥の方で眠ってたそう、いまだにね、あんま合わせ方が分かんない、実はどうやって合わせるのがいいのか分からず、ちょっと断捨離。そしてあとこれは、ようこちゃん、これもね、女性に人気のブランドなんですけど、見て、私こういうちっちゃいの着てたんだなと思って、めっちゃちっちゃいんですよ。もう今ほらざっくり大きいの着てるから、このサイズ感を着てたぐらい、2、3年前はもう少し痩せていた残念ながらね、もうあまりへそ出しとかはちょっとできなくなっているぐらい、ちょっとサイズ感もね、好きなこうね、テイストも変わってきたので、最近はこう綺麗めのものを着なくなったのと、流行りですね。で
二人系があんまりトレンドではないからまた回ってくると思うんだけど、これは一旦対処します。そしてこれか、これもアンダーカバーかな、これもアンダーカバーだ、着てないね。これもここがねすごいやっぱり一つ一つにこだわりがね感じるものがやっぱり多くて、アンダーカバーかっこいいなと思って好きなんですけど、最近はやっぱゆるっと系なのでぴったり系のスウェットは着なくなっちゃったな。結構これも当時は着たんですけどね、4、5年ぐらい前かな、着てました。そしてあとはこれ、これはレオパードのスカートは、これはビューティフルピープルって言って、そう結構ここのライダースとかも好きで着てるんですけど、これも一回も履いてないんじゃないかな。そうレオパードってやっぱちょっと強いから、そう難しくて合わせ方が可愛いなと思ったんですけどね、これもあんまり登場することはなかったですね。これはアレキサンダーワンのカーディガン、そうこれもねそうワン大好きなんですけど、このちょっとこうニット素材からこのやっぱりちょっと透け感があるものにこう変わっていく、このね同じカーディガンでもこういうデザインのものは結構少ないかなと思って買ったんですけど、結構サイズがちっちゃくなってきた、これもちょっと腰回りとかが結構ぴったりめなので、そう着なくなってきちゃった。可愛いですよ、はい、これはこれ面白いんですよ。これはね、アメリヴィンテージっていうところのニットなんですけど、ショルダータイプ、ここにねもう一個こう手がついてて、ここでこう結んで、なんかこうプロデューサーが決めてるんですか、それができるようなそういうニットなんですよ。こうやって着れるショルダー、これもね結構着ましたね。これ2年前ぐらいのやつかな。これ好きだったんですけどね、結構ケバケバがそう目立つようになってきて着倒したんで、そうまた新しいニットが欲しいなと思って、これ一旦断捨離の時期かな。あとデニムはこれはねアクネジーンズ、これは何年ぐらい前、もう6年ぐらい前かな。なので最近ほらハイウエストのデニムが流行ってるけど、もうやっぱりねちょっと前だから、ちょっと腰のちょっと下あたりでそうボタンホールがあるから、ちょっとねラインは今と変わってきてるから、サイズ感はすごい好きなんだけど、これももう履かないかな。いろいろとちゃんと断捨離をして新しいのを買ったとかしないともうが起こるんですよ。これも、陽子ちゃんかな、あ、これマザーか、結構タイトめのデニムのスカート、もうちょっとこう破れてる感じとか、前は短めで切ってて、で後ろはちょっと長めっていうのが、あ、すごい素敵と思って、最近は機会がないですね。今その紹介した中で、うん、一番なんか思い入れあるやつってあるんですか？一番、思い入れあるのは、やっぱりこうやって見てて、はい、やっぱり断捨離やめようかなって思ったのは、はい、このアンダーカバーの、やっぱこれ捨てホーム、これはもうやっぱ手に入れようと思ってももう売ってないし、また5年後とかに、あの時買ったなとか、そういう思い出にそうそうなるかもしんないから、やっぱりこれ持って帰ります。着ないけどってなったら、これも結構思い出深いから持って帰るのやめようかな。そう売るのやめようかなっていう品ばっかりですけど。また思うと怒るんじゃないですか。確かに。